帰宅部あったよ。Oh, there's something here. Yes. What's this question mark? Wait, what? It's a question mark. What does that mean? Huh. That was weird.どこに行こうかな。よし、行くぞ。A royal student? So it's like a random student that needs help or something? こうして改めて触ってみると、ザクザクっと。その感触って気持ちいいな。ひとまず目先の問題はなんとかなりそうかな。でものんびりはしてられないよね。このままじゃいずれ自利品になっちゃう。肝心の遺跡調査は始まったばかりだし、タオが調べるとは言ってるけど、すぐにはな。あたしじゃ何も手伝えないし、この道具も謎。動いてる気が。ああもうわからないことだらけだよ。モリッツさんに頼まれたあの石も。Oh, is it gonna hatch? It looks like it's gonna hatch. え、な、何、何なのこれ。Oh, it actually hacked. What was that? Huh? Can I not get rid of it? Oh, I want to get rid of it. Or whatever, it's fine. It's cute. Anta, dare? Ojitsuka. Ano ishi wa, jitsuwa ishi ja nakute, tamago datta.I was right, it was an egg, and I knew it! それが何かのきっかけで帰ってしまった?噛みついてきたりはしなそうだな。あんた、あたしが怖くないの?なんか急に可愛く思えてきちゃったよ。ちょっと待っててね。確かこの辺りに入れておいたような。あったあった。うん、似合う似合う。あとは名前を決めないとね。しよう。どう?フィー。フィー。おお、オーラ。今からあんたの名前はフィーで決まりね。私はアライザだよ。よろしくね。フィー。よろしくとは言ったものの、この生き物なんだろう。こんなの初めて見たし。
一番こういうのに詳しそうなのはタオかな。やっぱり聞いてみるか。So you gotta look for Tao? Okay. どこに行こうかな。Oh, okay, I guess. So Tira is gonna. Oh, wait, he's over. No, not he's in the manor. He's over there in the entrance area. I gotta figure out where to go. ね、どこに行くのさ。よーし。Alright, I gotta remember this. Wait, no, he's down here.Oh, Mole's here too. Tao, just want to ask you something, but... Hey, Liza. What happened? What's that? I want to ask you about this girl, but... Do you know what this animal is? Hey, don't get close!さすがにちょっとわからないかな。生き物には詳しいわけじゃないし。どこで捕まえたのさ。モリッツさんから調べてほしいって預かってた石が、実は石じゃなくて卵だったみたいなんだよ。そうだ、ボスなら知ってるんじゃないの。石だと。ああ、あれか。以前父さんに何回か見せてもらったことがある。うちの先祖が昔どこか遠くで手に入れて持ってきたものとだけ気に入っている。あれ卵だったのか。どう見ても石にしか見えなかったが。そっか。でもどうしよう。モリッツさんから調べてくれって言われてたけど、こんなになっちゃって。そのうち忘れるだろう。ほっとけよ。お前が気にすることはない。そう？ボスがそう言ってくれるならいいけど。よかったね、ピー。ピー？名前までつけて、飼う気満々か。いいじゃん。僕もちょっと気になるし。別に俺が飼うわけじゃないしな。ライザ、もう一度行ってみない？あの遺跡に。え？どうしたの？急に。フィーだよ。確かあの遺跡でフィーというか卵が何かに反応していただろう。もしかしたらこの前とは違う発見があるかもしれない。フィー自身が何かに反応するとか。この子が？でも確かに。じゃあもう一度行ってみようか。ボスはどうせ来ないよね。パティはどうなの？パティ今は学園の課題で忙しいみたいなんだ。だから今回は僕とライザだけで行こう。I literally thought that, oh, if actually Bull's gonna be playable or what? I feel like it would have been cool to see Bull as a playable character. Oh well. Alright, ね、so before どこに行くのさ。I don't even know.
completely different location. I have no idea where I'm at. It's been raining for a while. Let's see if there's an item that can find it here, like heals. Like, I'll... Some material is cool, but what about... いらっしゃい. Ah, you too. Mata dozo. いらっしゃい. That is nice. Okay, yeah, Mata do. Oh, I'll get you there right now. こんばんは. There's nothing that heals. Oh, my goodness. Mata dozo. Irasshai. Oh, I do need these. Mata itsu demo. Sure. Konbanwa. Yeah, okay. I don't want to. Mata katte kure. Come back to you later. Let's go. そうね。まあ、レンジ術に使うんだけどね。そうね。そうね。手や。宝石の名前とか特徴を完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。 苦いんだよな。そうね。味も変えてもらえるかな。そうね。ザクザクっと。そうね。ザクザクっと。魔物臭がすごいのが難点だけど。 これも必要な材料だもんね。ザクザクっと。ほっ。ね、どこに行くのさ。 Glowing. Fee, 光ってるね. やっぱり卵の時と同じだ. うん.
それに心なしか元気みたい。フィー、せめて言葉が分かれば。まあそれは無理な相談か。これもまた動いてるね。何かを計測する装置みたいな気がするんだけど。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。ここが遺跡。すっごい冒険が待ち構えている予感がするよ。Pretty far in. Zack, Zack, Zack! So, let's! So, let's! So, let's! やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。来た時はこんなのなかったはずだ。やっぱりフィーが何かの鍵なのか。なんか眩しい。どうやら我が人生最大の探検はここが終焉の地。水浴の羅針盤、光の源流に導かれここに至ったが、ここからはどうしても先に行けぬ。何かが足らぬ。何が足らぬのか。誰？ライザ、大丈夫？何だったんだろう今のは。誰かの声がしたような。うわあ、誰？これは幻影みたいだ。実体のある人じゃなくて、何か幻みたいなものを見せられているんだ。一体どういうことなんだろう。それにそもそも誰なのよ。ちょっといいですか。ああ、特に反応はなさそうだ。あのさ、一瞬なんだけど声が聞こえたような気がしたんだ。声？声っていうか言葉？直接頭の中に響く感じだったんだ。自分の探検はここで終わりだとか、追憶の羅針盤とか、光の幻獣とか、この人の言葉のような気がしたよ。なんとなくだけどさ。
それからこれ、追憶の羅針盤ってこの道具の気がする。わからないけど遺跡の探検に使う何かじゃないかな。光の幻獣っていうのはひょっとするとこの子のことかも。なんか反応してたし。はあ、すごいなライザー。僕にはそこまでわからなかった。まあそもそも僕には言葉が聞こえなかったけど。そうなの？光っていたかけらは僕にも見えていたけど、触っても特にそういうことはなかったな。どうしてライザだけが？もしかしたら他に手がかりがあるかも。そうだね、ちょっと探してみよう。Oh, so it's a compass, okay. Oh, interesting. Got, okay. Okay, got it. Got it, okay.Oh, it's on top, okay. もうちょっとで何か分かりそうなんだけどな。あとどれくらいあるんだろう。抽象的な情報ばっかりなのかな。そうね。あった、これこれ。ライザ、何か分かった？多分ね。一度調べた情報をまとめてみよう。推理の準備っと。私が知ってるのは、
しかしてこれって羅針盤の持ち主だった人の思い出？これの情報は。そっか、だから思念が強く残ってる遺跡の中でだけ羅針盤が反応するんだ。これの情報は。そっか、難しく考えすぎてたみたい。大いなる研究か。どんな研究だったのかちょっとだけ気になるかな。まだ推測の域は出ないけど、ライザの話で見えてきたことがある。この人が僕らと同じようにかつてこの遺跡を調査していたってことだ。昔いた人なのか今でもいるのかは知らないけど、いずれにしても前に調査して諦めた。それでこんなしょんぼりしてるのかな。かもしれない。それから追憶の羅針盤とフィーが遺跡を攻略する鍵だという可能性があるということ。羅針盤はともかく、まさかフィーが鍵だなんて。何これ、装飾品じゃないよね。装飾品か。見方によっては何かの鍵のようにも見えるね。ただの瓦礫やガラクタと片付けるには出来がしっかりしすぎてると思う。それにここに落ちてたんだ。何か重要なものかもしれないし、持っていこう。いずれにせよ、前も話したけどここ以外にも遺跡があるはずなんだ。手帳に書いてあったでしょ、渓谷の底の乙女は起こしてはならぬって。あれって渓谷に遺跡が眠っているって意味だと思うんだよね。だからどこか谷とか渓谷の近くを探せば見つかる気がするんだ。他の遺跡も見つけられれば僕らも真実に近づけるはず。じゃあ何にしても他の遺跡の情報を集めないとね。ひとまず町に戻ろう。Patty was following us. Alright, so it looks like we are good. So, let's go! さあ、みんな気をつけて。そこだ、よっと、はあ、せーの。そこだ、よっと、せーの。ライザ、任せた。そこだ、よっと、はあ、そこ。僕が行く。そこだ、よっと、はあ、そこ。そこだ、よっと、はあ。よっと、はあ、
Some more information about the ruins, but what happened to this place? No, we just don't know the finances yet. I wonder what happened. Oh, okay. Huh. I actually don't know. Am I supposed to just rest up? Just see. That works. I'll call it. Oh yeah, I was supposed to rest. 補充が必要な素材は お客さん？どうぞ。ライザー！大発見だよ！ほう。なんだ、タオか。どうかしたの？前にさ、他にも遺跡があるかもしれないって話したろ？すごいじゃん。でもどうやって？それがね、実は偶然なんだ。学校にあった古い書物を見てたらさ、大昔の古い地図とこの辺りで発見されたいくつもの謎の建造物に関する記述を見つけちゃったんだよ。そんな地図があったの？うん、それによると街道からそれた先にある渓谷の奥に一つあるっぽいんだ。こんな偶然ってあるんだね。あ、でもそんな地図があるなら他の遺跡の場所も分かったってこと？僕も期待したけどダメだったよ。昔の地図だから縮尺もない適当に書かれたものだし、今回は目印になる渓谷みたいなのが載ってたからひょっとしたらって思っただけなんだ。なるほどね。あんまり期待していっても裏切られるだけかもしれないってわけね。そうなんだけどさ、それは一個なしだよ。ごめんごめん。それじゃ行ける時になったら声かけるよ。うん、できるだけ早くだと嬉しいな。Alright, so I guess we'll be doing that in the next video. So I'm gonna go ahead and end it here, guys. Thanks for watching. Hope you guys enjoyed, and I'll see you guys in the next one. Laters.